はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、9月5日になりました。本日より、ストーリーの115まで進んでいいことになっております。ということで、今日は、中盤で美味しいクエストやっていきたいと思います。いくつかあるんですけども、今日紹介する場所、ここです。ミッションの64。ですね。アーマーを集めたいときには、イージーで。装備品までも一緒に集めたいっていうときには、ハードで行くといい感じですね。今日はハードで行きます。はい、始まりました。ミッション始まりましたら、まずは、周りのクルールを少し倒していきましょう。だいたい10体ぐらいいると思いますので、それを片付けていってください。まあまあ、一番ウィングダイバーがアイテムの入手はしやすいと思うのでおすすめなんですけども、まあ基本何でも大丈夫だとは思います。ここで重要なのは、レールガンですね。あれさえ使えれば何でもいいと思いますので、やってみてください。まあ、ウィングダイバーがアイテムの回収がね、楽なので、おすすめなんですけども。とりあえず、クルールを全部行きましょう。今、2体倒しましたね。で、この先にも結構います。イージーモードだったら、結構簡単に倒せるんですけども、ハードだったら、ちょっと硬いですよね。なので、ビーグルに乗りましょう。ビーグルのマシンガンで、周りをある程度片付けてください。マシンガンだったらね、そこそこ早く倒すことができるので、これで周りのクルールを倒していっちゃってください。見えるだけで4体はいるな。ちょっと待って。OK? 倒した？あと1体ぐらいいるか？あ、いるね。あ、いやいや、全然倒しきれてないや。意外とこれ射程短いんだよね。意外と射程が短い。よし、OK。ある程度減らしてから自分で特攻してもまあいいんじゃないですかね。これはめんどくさいんで、とりあえずこれをとにかく打ち続けております。はい、 OK。 でこっち打ち終わったら次は反対側ですね。こっちでも倒していきましょう。クルールとこの周りのやつらをある程度倒せばちょっと話が進みます。あー、これはちょっと射程外かな。これ射程外で当たってないですね。こうなってきましたらば、もう発進していいです。発進して、レールガンで倒していきましょう。レールガンでガシガシいってください。で、ある程度倒すと、奥の方から雲が発生します。その雲は、基本的には自分ではあまり倒さず、周りに任せて大丈夫です。自分は今倒したこいつらのアイテムを回収に行きましょう。 OK。 あとクルール1体かな。ああ、これでおしまいですね。はい、これぐらい倒したらあとは雲をちょっと処理しながらアイテムを回収に行きましょう。こっちの雲がある程度減ったら反対側からまた雲がね、大量に発生するんですよ。なのでこっちをある程度片付けつつアイテムを集めていっちゃいましょう。やっぱりアイテム回収はウィングダイバーが一番、ああ違うか、他でも、いけるにはいけるのかな。でも俺は今のところは、ウィングダイバーが一番簡単に集めれるかなと思っております。機動力はやっぱりこれが動きやすいんだよね。フェンサーもちょっと動きやすいなと最近思ってきましたけども、まだ完全には慣れておりませんね。レンジャーのね、拾う範囲っていうのも結構魅力的なんですけど、まあまあまあ、こっちで。今日はやっていきます。で、こっちをね、あらかた
入手し終わると、だいたい反対側もね、雲が半分ぐらいは減ってます。なのでそんなったら向こう側も回収に行きます。はい、ある程度雲を倒すとこの状態になります。この状態になりましたらば、真ん中の雲をあらかた減らしてください。で、減らしましたらばビーグルの出番です。ビーグルに乗り込んで、真ん中にレールガンを打ち込みましょう。4発打ち込めば敵は倒れますので、倒れるというかこのミッションは終わりになりますので、とにかく真ん中に4発打ち込んじゃってください。1、あ、いたいた。2発3発見えないよ。はい、4発おしまいです。で、これ、打ち込んだらちょっと、話が入りましてからミッションクリアとなります。この話を、聞いてる間にアイテム回収を急いでください。だいたい1分ぐらいは時間がありますので、この1分の間でできるだけ集めていきましょう。あ、もう終わりそうかも。そろそろ終わりそう。あー、でもまあまあまあ、そこそこあらかたいけたか。もうちょっといけたでしょう。いや、少ないな。36個か。少ない。いつもだったら60個ぐらいは入手できるんだけども、ちょっとうまいこと集めれなかったんだろうね。ちょっと下手くそでした、すいません。まあ、とにかくこのクエストかなり簡単です。ハードモードでも全然余裕でクリアできますし、一周がだいたい8分ぐらいで終わりますので、周回していいかと思います。またね、最後にレールガンを打ち込まずにドローンと雲を永遠に倒し続ければもっと、アーマーを集めれると思うので、まあ、それもおすすめです。はい、ということで今日はミッション64やってみました。アーマー集めそこそこはかどりますのでおすすめしたいと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。